バジル・ザハロフ・ザカリアス・バジレオス・ザハリアス、あるいはザハロフは、トルコ生まれの武器商人。ビッカース社など数々の武器製造業者の代理人として、武器取引に関わり、死の商人の代表格とみなされるとともに、神秘の男とあだなされた。オスマン帝国地下のムーラで、ギリシャ商人の家に生を受ける。少年時代に、コンスタンティノープルへと出て、 貿易省のおじの下で働くも、店の資金を横領して、ロンドンに逃亡。ザハロフは、逮捕されて法廷に引き出されるも、横領した金は、自分が正当に受け取る、利益金の一部だと主張した。事態に蹴りをつけると彼は、アテネに行き、現地の政界の有力者、エチエンスクルジスに、添付の外交的才能を見込まれて、スウェーデンの武器製造業者、 ソノルデ社の代理店の主任に据えられた。ロト戦争終局後の当時のギリシアでは、軍備拡張の機運が高じていた。しかしノルデンフェルト社は、同業他社のクルップ、シュナイダー、ビッカースと比較すると、分が悪く、そこでザハロフは視点を変えて、当時では珍しかった潜水艇をギリシャ政府に売り込むことに成功した。さらに彼は、そのギリシャと軍事的に対立していた、 オスマン帝国にも武器を売り込むなど、同社の売り上げに貢献した。その後、マキシム機関銃を発明したハイラム・マキシムと開講し、やがてマキシム社をノルデンフェルト社と合同させるとともに、機関銃の売り込みで力を振るった。そのマキシム・ノルデ社も1897年にビッカース社に買収され、その代理人としてまた、大株主としてザハロフは武器取引で重きを成した。 こと第一次世界大戦では、イギリス・フランスなど連合国の武器調達に深く、関わるとともに、ギリシャの支援にも力を尽くした。だが、起土戦争をめぐるザハロフの工作が議会で、追及されるに至り引退を決意、モナコに陰性し、モンテカルロで没死した。また、ザハロフの手引きでギリシャを援助していたロイド・ジョージは、損害を追及されて、不正解で孤立した。ありがとうございます。